ゾンビさんチャンネルへようこそ。今回はダイングライト2の公式配信ダイング2のファイナルエピソード6についてね、考察していこうっていう動画となります。今回はね、総集編といった感じで、まあマルチコープをね、映像ちょっと出してたぐらいで、特に新しいことはなくって、今までのね、まとめ的なトレーラーをまあ出してたぐらいなんですけど、その今回のね、トレーラーと2019年当時のトレーラーを比較して、分かったことがね、いろいろあったので紹介していきたいと思ってます。2019年のね、トレーラーといえば、初めてゲームプレイ映像がね、公開されてめちゃくちゃ期待してたところ。ということで、この2年間テックランドがどんなね、仕事をしてきたのかっていうのがね、新旧の映像を比較することで、違いがね、分かってきたので確認していきたいと思います。またね、今回の映像単独でちょっと気になる点がね、いくつかありましたので、そちらも合わせて見ていきましょう。ゾンビさんチャンネルはゾンビゲーのね、情報とか動画を出しています。チャンネル登録、高評価、コメント、ベルマークの通知オンにしてもらえると、モチベーションアップにつながりますので、お願いします。それでは行ってみましょう。まずはじめにね、見ていくのが、レネゲード本部にね、乗り込んでいくところの映像がね、今回も。あったので、そこをちょっと見ていきたいと思います。 Steve, don't try to warn anyone I'm here. Don't screw up the code, someone will finally get to shoot you. Guys, I love you. Get a bigger ass clown for this. Don't screw up the password again. This time, we'll blow your head off. Sweet, love you too.はい、セリフがね、ちょっと違っていたのに気づきましたでしょうか。結構ね、短くまとめられてましたね。これダイアログとかにも気を使って、ちょっとね、改変をしてるんだなっていうのがね、わかりますね。そして次はね、ちょっと2つ比較してみていきたいんですけど、ここ、建物のね、ディティールが結構変わってるのがわかりますでしょうか。壁のね、テクスチャーだったりね。なんかその窓の形だったり、あとはバックミラーのね、ひび割れが入ってたり、なんかすごい細かいところ変わってたりするので、なんか細かい部分詰めていったんだなっていうのがね、ここでわかりますね。全体的な構造もね、だいぶ変わってますね。なので、よりね、クオリティの高いものに仕上げようっていうね、努力をしてきたっていうのが、この2つのね、シーンの映像比較でわかると思います。またね、この本拠地の建物も全然構造が変わってて、なんか新しい方が地味になってますよね。続いてバーのシーンなんですけど、これだいぶ変わってますよね。人のね、ディティールも変わってるし、照明とか、まあ、この歌手もね、衣装が違ってたり。そしてこれね、フランクっていうなんかお友達ですね。これ全然違いますよね。だいぶ肌の質感とか凝ってて、なんか性格もなんか違う人に見えますよね。このね、ジョアンっていうキャラクターもだいぶ違いますよね。なんか2019年の方はすごくのっぺりとした服の質感と肌の質感と髪の質感とっていう感じですよね。まあ、明らかに新しい方がすごくディティールが細かくてリアルでめちゃくちゃいいと思います。彼はですね、2019年の PV の最後の方にね、出てたレネゲイドの水をね、牛耳ってる男、コロネルというね、人物なんですけど、これだいぶ変わりましたね。なんか、どっちがいいかって言われたら、まあ、テクスチャーとかは今の方がいいけど、服は昔の方が好きですね。今回ね、ストーリーというかエイデンの背景みたいなものをフィーチャーしてて、ちょっとこういうシーンもあったんですよ、ね、で、エイデンは妹のミアっていうのを探してるっていう設定なんですけど、これ見るとね、これ多分ミアだと思うんですけど、この2人似てませんか。多分この昔ね、 PV ではミアがこの役をやってて、今現在はラワンがこのね、パラシュートを教える役みたいな配役をやってるんじゃないかなと思います。なので、それを考えるとプロット自体変更されたんじゃないかなと思います。だからストーリー部分とかそういう部分も、まあ、変更をしたりとか改変してって、ちょっとより良いね、ストーリーにしてったんじゃないかなっていうことで、ただ単にね、開発の遅れじゃないっていうね、証明にもなってるんじゃないかなっていう気がしてます。そしてね、今回この人物ね、今までチラチラ出てきたんですけど、どうやら
エイデンがね、幼少の頃にいた施設に関わってる人物っぽいんですよね。はい、そしてこれ見てください。こいつはね、どう考えてもやってますね。これやってますよね、こいつは。そしてこの人間離れしたね、動き、おそらく彼は転化が進んでいて、でそのエイデンがいた施設っていうのもゾンビ化をね進めることで身体能力を強化するみたいな、なんかそういう研究がね行われてたんじゃないかっていうね感じがしますよね。次にね、この音声をよく聞いててください。 Something people outside the walls could only dream of. Who would have thought the end of the world could be so peaceful? I wish Crane could have seen this. I wish Crane could have seen this. I wish Crane could have seen this. はい、お分かりいただけただろうかっていう感じでね、前作のね主人公であるクレイン、カエル・クレインの名前がここで登場してるんですよね。これ一体どういうことでしょうか。今回のお話はね、ハランウイルスっていうウイルスが起因のゾンビアポカリプスなので、まあ、ハランとは全く無関係ではない世界なわけですけど、ここでねクレインの名前が出てるっていうことは、クレインがここに来てたとは考えづらいので、おそらく1に登場していた人物がこのシティにね来てるっていうことなんじゃないかなと思います。信じるか信じないかはあなた次第ですっていうことでね、 I wish Crane could have seen this。 クレインにもこれを見せたかったっていうね、このセリフでこれ確定じゃないでしょうかね。誰でしょう、みんなで予測してみましょう。誰がね2に登場するんでしょうか。ここら辺結構楽しみですね。というわけでね、ダイング2のファイナルエピソード、エピソード6のトレーラーと2019年のトレーラーの比較動画でした。またね、新しい動画の中にも発見があったと思います。発売日までね、あと20日を切りました。非常に楽しみです。そしてね、テックランドはこのダイングライト2のサポートというかね、エキスパンション拡張を5年間は約束するという発表もありましたんで、長く皆さんに愛されるゲームであることを祈っております。今回のね PV の比較で分かったことですけれども、テックランドはダイングライト2をより良い素晴らしいゲームにしようと頑張ってきましたっていうことをね分かったと思います。なのでね、もう期待して発売日を待つことにしたいと思います。このチャンネルではね、これからもダイングライト2をはじめ他のゾンビゲーをね、紹介プレイしていきますので、もしよかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。今回は以上となります。また次回の動画やライブ配信でお会いしましょう。Good night, good luck, and so stay human.